姫様、拷問の時間です。そう、どんな拷問だろうと。たこ焼き？なんだそのたこ焼きは。言ったろ、姫様はお腹パンパンだ。第一、幼き頃より最高級の食事をしてきた姫様がそのような庶民の食い物なんとにたぶらかされるわけがないだろう。姫様、そうだ、たこ焼きなんぞ食べたこともないしねに惑わされるものか。存在は知っているぞ。いつも祭りを城の窓から一人ぼっちで眺めてたからな。屋台でそれを買った国民たちが家族と恋人と友達と幸せそうに食べていた。正直羨ましかったです。泣いた。姫様、お味見してみます？ダメです姫様、出来たてたこ焼きを頬張ってしまうと。姫様！けど幸せそうだ！表面カリッと、中はトロッと、中心はタコさをプニッと。混ざる。タコと生地が口の中で混ざって踊ってる。喉を通る存在感、胃の中でもほのかに温かい。五臓六腑が幸せ顔に割る。これがたこ焼き。なるほど、国王軍最強武器がそんなところに隠されて。ミオ X、 これ私が焼いたんだぞ。中身はチーズだ。カリッとろプニッ。